Okay. Sounds good. なあ、ジャミング装置があったから止めたぞ。この辺何かあるのか？CTOS の明らかなデッドスポットが点灯し始めてる。ブルームは保全に相当な注意を払ってるはずだろ。誰かがグリッドの一部を停止したというなら、そいつはかなりのやり手だな。会ってみたい。位置を送ってくれるか？見つけた。セキュリティカメラがある。頑張れよ。おいおい、ずいぶんアンティークな設備だな。波形発生器にオシロスコープ？これはファイアウォールだ。なんだって？やつのリンクはアナログだ。デジタルじゃハックできない。あれはカセット式留守番電話か1985年かよ。いやどうも、ジェスパーです。メッセージをどうぞ。ミスター・ミッケルセン、私が誰かはわかるだろう。同僚の一人がレッド・ビュアードとして知られるスパイで、そうだな、とある競合のために働いているという推測は正しい。私の代わりに努力してくれたことに感謝するよ。完全に姿を消すことを勧める。幸運。なんてこと、今のハドックか。なあ、そうらしいな。彼は逃げろって言ってるけど。間違いない、グレイストロームだ。奴らは NSA のこの男が所属する部署で情報を取ってたわけだ。誰かミッケルセンを調べてるか？ああ、調べてる。思ったよりよくある名前のようだ。待って、NSA の上層部に一人いる。きっとそいつだ。同僚を見つけて探りを入れよう。驚きだ。狙われてることに気づいて警告したんだろう。ミッケルセンの同僚を見つけた。位置を送る。相手を割り出せるか？できるよ。彼を調べに行って。
dogs, they're cute, but they're furry. They leave their shit all over the place. Leave their fur all over the place. What you saying? ジェスパーは偏執的だったけど、本当に何かあるとしたら。やつは行方をくらましたんだ。行かれてるってことだろ。詳細は話してくれなかったけど、チームの誰かが全員を操ってると考えてた。それあんまりだ。うわ、普通じゃない。こいつはミッケルセンを気にしてたようだ。もう一人は少し笑いすぎだ。だな、やつを追ってみよう。最後の接続は林の奥だ。大体しかわからない。見つけた。電話してた場所はグレーストロームの指示で動いてるはずだ。調べてる。ハドックの情報を持ってたら消さないと。ついた。データを破損させるエクスプロイトを作った。ハドックの情報を消してくれる。アップする。I will smash you in a tiny part. Oh, sure, that's kind of cool. You! Yeah, you! アップした。それからスパイの正体を明かすメッセージをミッケルセンの同僚へ送った。やつは終わりだな。ハドックは気づくかな。確かめる方法はないけどな。新しいフロアが傍受した会話を聞いてみて。餌は撒いた。もうすぐ肩がつく。自信ありげだな。パンくずを撒いたら天才ハッカーは一つ残らず拾ったんだ。このエリアにいるのは分かってる。最後のパンくずで罠にかかる。天才ハッカー？ NSA の男がハドックをそう呼んでたな。
それなら覚えてる。ジョッシュが電話番号を調べてくれたんだけど、 NSA のエリア本部に行き当たったみたいだよ。 NSA がハドックをはめるってことか。もう一人も調べないと。位置を送った。20年 NSA はこの20年間ハドクを追ってなかった。あの男はグレーストローム出身みたいだ。この件で NSA と手を組んでる。黒幕を突き止めて計画を阻止するしかないな。ジョッシュがもう一人を突き止めたの。そっちを調べて。奴らはセーフハウスの話をしてた。全員の GPS を分析してくれ。分かった。よく行く場所を探すんだ。ああ、うん、分かりきってる。よし、そこだな。マップに送る。セーフハウスだ。データを手に入れる。スピーディーにやれよ。奴らはハドックの罠で準備万端だ。作戦予算は無制限だ。全部一級品だぞ。おいしいネタを手に入れなきゃね。
何かあったか。ほとんどカメラの映像よ。何かないのか。なんだ。コードネームのリストだ。ボート小屋でコードネームを見つけたろ。ハドックが姿を消すよう警告してた。レッドビアードか。ああ、探してる。あったぞ。本名はロブロトミック。やったな、ハドックの窓口だ。位置を送る。報告事項なし。セクターパトロール完了。What is that? この男にハドックがやられるなんて。やらせない。消えないでくれよ、こんな時に。いいから落ち着け、もうすぐだ。全員が見てるぞ。奴が動く位置を知りたい。待て、よし。何を掴んだ。少し話そうか。仲間はもうすぐだと言ってる。来たぞ、グズグズするな。奴より先に動かないと。グズグズしてるわけじゃない、すぐにわかる。さっさとやれと言ってるんだ。奴は探りを入れてる。動いたら捕まえる。すぐに座標を教えろ。おい、くそ。おい、時間切れだ。もうこれ以上待てない。シグネチャーを3つか4つにまで絞った。我々のプロトコルを使えば終わりだ。もう待てない、動かないと。来た、動いたぞ。捕捉した。待てよ、これだ。ヨークの18番地、そこか。見つけたぞ、クソ野郎。パース、なんだ、レイキャビック、チェルシー、一体どういうことだ。いやー、そんなわけないだろう。くそー。すぐには見つけられないね。信用されたみたい。多分ね。今メールが来たとこ。悪くないとさ。ハドックから。そりゃすげえ。関係は修復できたってことか。